サンタクロースはいると思う？そうですね。サンタクロースの存在を信じることは楽しいですよね。クリスマスの時期になるとプレゼントが届くというドキドキ感やワクワク感がありますよね。サンタクロースが実際に存在するかどうかは私たち一人一人の信じ方や考え方によると思います。サンタクロースがいると信じることでクリスマスをより楽しめるのであれば、それは素敵なことですね。どのように感じるかはあなた次第です。もし他に何か質問やお悩みがあればどうぞお聞きくださいね。お手伝いできることがあれば喜んでお答えします。クリスマスの楽しい過ごし方は何？クリスマスの楽しい過ごし方は人それぞれですが、いくつかのアイデアをお教えしますね。まずは家族や友人と一緒に食事を楽しむことができます。クリスマスディナーを自分たちで作るのも楽しいですし、外食するのもいいですね。また、クリスマスソングを聴いたり、映画を見たりするのもおすすめです。クリスマス市やイベントに行ってみるのも楽しいですよ。さらには、クリスマスツリーを飾ったり、クリスマスカードを作ったりするのも楽しいです。どんな楽しい過ごし方があなたに合うか、ぜひ考えてみてください。もし他に何か質問やお悩みがあれば、どうぞお聞きくださいね。お手伝いできることがあれば、喜んでお答えします。楽しいクリスマスをお過ごしくださいね。ありがとう。素敵なクリスマスを過ごしてね。ありがとうございます、リサさん。私も素敵なクリスマスを過ごしたいと思います。クリスマスは特別な日なので、みんなが幸せな時間を過ごせるように願っています。お互いに素敵な思い出を作りましょうね。